この日本庭園はシェーンブルン動物園の入り口近くにあります。1913年にオーストリアの造園家によって作られました。ウィーンには他にもオーバーラーの高崎庭園、デーブリングの世田谷公園、ドナウシュタットのトラサン公園、カグランのウィーン造園園芸専門学校の日本庭園があります。私たちがシェーンブルンを選んだのは、世界にある500もの日本庭園の中で日本人の助けを借りずにオーストリア人だけで作られた唯一の庭園だからです。それはフランツ・フェルディナント大公のアイデアに従って設計されました。この王位継承者は1892年から1893年に世界旅行の一環として日本を訪れ、金色に輝く建築、京都の金閣寺に深く感銘を受けました。1912年、王室の庭師はロンドンで開催されたチェルシーフラワーショーを訪れ、日本の庭園芸術に感銘を受けてウィーンに戻りました。1年後、彼らはシェーンブルン宮殿内にある熱帯植物や香木用の温室であるパルメンハウスのそばに小さな庭を作りました。二度の世界大戦の中、ツタの葉に埋もれたその庭に手を入れる者はいなくなりましたが、1996年になって日本の研究者であり収集家の男爵ハインリッヒ・フォン・シーボルトの記念碑があるシェーンブルン宮殿公園を日本の代表団が訪れました。そこで当時ウィーン在住だった日本人女性が、偶然奇妙な隆起と日本的な雰囲気が感じられる場所に気づきました。彼女は日本にいる造園家の父原田栄新にそのことを伝えました。それを受け、原田による専門家チームが宮廷公園を訪れ、現地で詳細な調査を行いました。トラック5台分のツタと雑草の除去が開始されました。その結果、雑草の下から日本庭園の特徴である獅子おどしが発見されました。ここが日本庭園であると断定されたのです。1998年、日本万国博覧会記念基金の助成金と民間の寄付により庭園が修復されました。その1年後、日本とオーストリアの国交樹立130周年を記念して盛大な式典により公開されました。
また両国の国交樹立150周年を記念して、秋篠宮佳子さまがオーストリアを訪問され、アレクサンダー・ファンデア・ベーレン連邦大統領を表敬し、ナルヒト天皇の即位の礼について懇談されました。佳子さまはまたブリジッテ・ビアライン首相とも懇談されました。その後いくつかの機関を訪問され、ウィーン少年合唱団のコンサートをご覧になりました。またベルベデーレ宮殿にあるオーストリアギャラリーも訪問されました。そこではステラ・ローリッヒ事務局長が案内しました。佳子さまはまたシェーンブルン宮殿を訪れ、広大な宮殿をご覧になりました。もちろん日本庭園にも足を運び、大日教会のエリザベート・ノイサー事務局長に歓迎されました。